お決まりの空の上わかってんな。オープニングじゃない。最近怪獣が出ない。そういう季節、みんなの気持ちが落ち着いてるってこと？何このアングル。何？なんだ？タコ。え、オープニングカット？怪獣。なんじゃこりゃ。うん、沈むくん、あれ？ムジナさん。え？ん？なに？なんだ？ん？なに？今何が起きてる？は？え？なに？何が起きてんの？え、突然荒くなったりしたのも回線とかじゃなくて、何が起きてる？は？消えた！え、何？やっぱ作画もなんか、何が起きてんの？影はある。は？何？夢？意識が過去に？え？カノン。え？向こうに飛んでるのはタコ？何？突然何が起きてんのよ。この怪獣の仕業なの？これでみんな自由？何？やっぱ普通の世界じゃないよね、ここって。今、ダイナウィングがあった。やっぱ誰かの夢の世界なのかな、ここも。意識、ダイナウィングが消えた。うん。お姫様抱っこ。え、大丈夫？二人。おい、いや、大丈夫？あいつに言って。本当にね。パッと消されても、消された！アンチ君。はい、ファミレス。ってことは？過去に戻ってる、うん、あ、これが思い出した記憶。ガウマなんか思い出す？あ、やばい、どんどん消えていってる。みんながやっぱ過去に戻ってるのかな。ガウマも、ヨモギも。こんなんとどうやって戦えばいいんだよ。飛び込む。ゴールドパン、わあ、来た。バイトリーダー。逃げてた。ストライカーが行っちゃったよ。これが過去の。姫？あ、お姫様なんだ。やっぱ姫って。で、メガネかけてないし。
飲まれちゃってる。グレンラガみたいになってきたぞ。これが姫？手の届かない場所にいる人だってね。で、あの人がくれたの？ダイナゼノンを？で、突然なんか始まってんだけど、息つく間がないんだけど。あ、上条さん。やっぱ再婚だよな。あれ、それじゃ。お、思い出せ。お。お、破った。よもぎは破った。手に取ったぞ。他のみんなは過去やり直したくてというか割っちゃったけど、みんなの記憶だ。これが今の夢の石。あ、双葉先輩、カノン付き合ってる。探ってみる。こんな世界はなかったよね。いや、あったの？いや、ないよな。探ってみる。ああ、どん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 みんな過去に。ああ、上に飛んで。ここは安全圏か。飲まれちゃった。ちょっとグリットマン思い出すな。観測しかできない。聞けなかったことを聞いてみる。今もう仲は悪くというか、なんか話さなくなっちゃってんだよね。昔は仲良かったのに、だんだん。で、合唱の時だけ笑ってくれたけどって。あ、あ、呼び続けろ。ライナウィング。あ、合唱、約束、誘ってくれた。この時は笑ってくれてたって。もうやり直せない。え、小読み。あー、ガウマ仲良かったのね。やばい。やっぱそうなんじゃない。もう止めなきゃ。いや、でもこれはやり直せる過去なのか。で、本当のことは。あー、よもぎはな、行きたいよな。
おっと、共鳴してるよ。組み上がったよ。お、おお、破った。来れたよ。どうなるのよ。歌ってる知恵の輪。いる？でかい夢が。会話できんの？え？うん。なんで目そらした？そうだよね。おかしいよね。じゃあなんで？何が起きてたのよ本当は。おー、他の迎えに行く。今度は来るやろ。連れ戻す。もう戻っちゃったら結局死んでるんでしょ。なんでだったの。小読み。バイトリだ。あ、よくわかったね。本物じゃない。いや、本物かもしれんけど、わからんけど、これでいいの？バイトリーダーは。小読み、どれだけ翻弄されるん。帰ろ。足の傷。え？どういうこと？怪獣。裏切ったガウマ。お前らだろう？
消そうとした、これが過去。姫様、そしてお飛び起きた。パンね。アンチ君、ここは？ここは？ここもよく見たらわかるのかな？夢は、かの本当のことは、合わせたり。仲間がいるから、取れ、おお、はい、グリッドナイト、ゴールドバーンも来れる？うん、とりあえず怪獣倒せばオッケー、世界取り戻す。うわあ、分解されちゃった。あ、ああ、行くぞ。あ、ここもうお決まりなんだ。もう、あ、こういうの好きです。お決まりの空の上。分かってんな。はい、ゴールドバーン、持ってくれてありがとう。でゴールドバーン全面ね、
つくのは。で後ろにマント、あーそこに頭がはいふわー、うん、エナジーウィングだなこりゃ竜王ね、いや上に寄ってんの好き早い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 、あ何のセイバー、おーおおおおおサーキュラー、いやーやばやば一撃、うん、どういうことだったんだね、思い出したねみんな、あ姫実際どうなのよ、なんで蘇ったの、姫は来ないの、あー取れた、あーえ、ああびっくりした、今またつなぎ直した、それは何、あれが幽星人たちの終わりだったんだ、5000年前の。で結局愛と約束と何なのよ。いやびっくりしたよ今回、突然何が始まったのかと思ったわ、オープニングまでカットして、いやなんか通信状態おかしいのかなって思ったよ俺めえや、絡んでたものが繋がっていたものが、で実際何があったんだ、いや明かされないってのもありえるなこの後も、いやすげえ回やったな、いや本当はさオープニングであの考察を語ろうと思ったのよ、そもそもだこの世界自体がだナイト君たちも来たしとか、なんかフィクサービームもあるしとかって話を前々回かなしたじゃん、だそれと合わせてやっぱ誰かの世界だとしたら誰の世界かなって、夢か知世かなんかよもぎかとか考えてたんだけど、いやなんかもうそんなレベルじゃなくなったぞおい、みんなの世界に行っちゃったけど、でも帰ってこれた、とんでもねえ規模やったな今回、びっくりしたよ本当にああ、まあ過去を思い出した、姫はいやなんか来ないような気もするよな最後まで、で残り2話だぞ、どこまでやるんだろう、でも今回のことでやっぱカノのことは一旦区切りがついたっていう感じがあるから、夢の中でもやっぱ真実は分からないままなのかな、気持ちだけでもね話せたし、不思議な回やったな、多分賛否両論分かれるとかなんか受け取り方いろいろあるんだろうけれども、いや俺すごい良かったぞ、こういう回好きだな、難しいね5000年前、とりあえず残り2話だと思うんですけど、じゃタイトル見ないようにして、残り2話ですね、
噛み締めていきましょう。はい、というわけで、今日のカズマックスのアニメレクションでございました。また次回第11話、果たせぬ願いって何でお会いしましょう。じゃあね、一旦今日ここで切ろうかな。連続してみたんだけれども、もう喉も限界だしで一回見返してから次行きたいと思います。